はいどうもリンゴです。そしたらこの前シビックのハッチバックを買ったって動画を上げたんですけど、その時最後にね、これからドライブ動画もねちょっとずつ撮ってみたいとお話ししたんですが、今回初めてドライブ動画第1弾となります。今回今から行くとこは阿蘇、熊本県の阿蘇の大観峰、ミルクロード、その辺りをちょっと今からね行ってみたいと思います。はい、そしたらね、まだ途中なんですけど、黒木町ってとこに来ました。景色がすっごいいいですね。これダム、日向新ダム、日向神ダム、すっげえいい眺めですね。今日はね、天気がちょっとあんまりというかね、午後はねちょっと晴れてくるらしいんですね。まあちょっと朝なんですけど、すっげえ道幅が狭くて怖いですはい、ちょっとね、すさまじい峠道でも疲れたんで一回休憩します。昨日洗車したばっかりなんです。でもね、スイスイ登ってくれますね。もうすっごい登りやすい坂。はい、そしたら阿蘇に着きました。見てください、この景色。多分あれが阿蘇山かな。ちょっとね、方向音痴だからちょっとよく場所が分かんないんですちょっともうちょっと上まで行ってみます。ちょっと車降りて少し歩こうと思います。多分なんかあそこにわずかに噴煙が上がってるんですよ。あれ、阿蘇山ですよね。絶対阿蘇山だ、あれ。今日日曜だから結構人多いですね。一人で来たらちょっとこれ寂しいな。昼飯も食ってないから、腹減ったな。寒い。2月はやっぱりここ、冷えますね。普通に薄着で来たんですよこれからどこ行こうか。本当はここをもう走り抜けたいぐらいの気持ちなんですけど、絶対ダメだから、で、前回の動画でちょっとね、排気音を聞かせてほしいとコメント欄にあったので、ちょっと排気音の方を聞いていこうと思います。前回の動画撮った後にこれドアプロテクターをですね取り付けました。フロントのね運転席と助手席しかつけてないんですけど、はい、そしたら今回のドライブ動画この辺りでね終わろうと思います今回はちょっと佐賀県からね阿蘇市という、そこまでね遠くはないんですけど、まあ初めてね僕あの山道を佐賀から阿蘇まで通ってきたんですよ。高速道路なら何度か来たことあるんですけど、こんなに山道通ってくるのが大変だと思いませんでしたそしたらこの辺りで動画終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。きつさ、頂上が見えないぞ。チャンネル登録はこちらからお願いします。